In your wickedness, you have broken the ancient commandments and crafted a bond with one of the light. Our laws are clear. They demand you be eternally imprisoned. As for the impure child, she must be kept from the path of the dark arts forever. を閉じた。
Humpty Dumpty, Hakano Nakaka. Koashia Eggman mo saigo wa akkine mon datta ze, na? Sonna koto yori, nande ore ga konna yatsu no tameni waza waza sanretsu shinakya narane ten da? Hotoki orushitara ore wa oyaku gomen daro? Na, kyou ga nan no hi ka shitten no ka? Konna yatsu ni seisho nanka yonda tte muda da ze! Ore tachi no gomi dame no naka de mo futa tsuki no kuzu datta nda. Hori, kono tori! Konna soushiki ni kuru mono tsuki datte tada no hitori mo iya shi ne. とはいえ、仏の世話も俺たちの務めだがな、奴の組織のご機嫌を損ねたら首が体から離れちまう。うまいことやらなきゃ命がいくつあっても足りやしねえ。まあ、ここはそういう町だ。こういうクズどもには俺たちみたいに面倒見のいい奴が手を貸してやって持ちつ持たれつってわけさ。もらうもんはもらうがな。おい、いつまでそんなくだらねえことやってんだ。俺だったらこいつが地獄でバーベキューになるよう祈るぜ。いや、せいぜい目玉焼きか。そしたらめでたく天に登れるだろうぜ。ただし腹を空かせた神様の朝飯としてだがな。さてと俺らも帰るぜ。今夜は家でチビたちが俺の誕生日のお祝いにケーキを作って待ってるんだ。可愛い奴らだろ。それじゃあ、アバエよ。まさか、お迎えが嘘だろ。あんなクズにも。ああ、このクソったらの光目、今今知ったらめ。あの光の中にいるんだな。お前には奴らの姿が見えるんだろう。はっきりと温かき祝福の光に包まれて天より降臨召された神の御使い。来やがった。光の主よ、苦しみ迷える我らが家族の御霊を永遠の安息に導きたまえ。たちもねんねの時間よ。一緒にしたら痛い目に遭う。どいてなしだ。ロダハマ。よう、エンツじゃねえか。隠れて。たまりにたまった店のツケを払ってもらう前に死なれちゃ困る。Huh!
悪い子たちではきついお仕置きをしなくちゃね。ビューティフル。すぐ壊れちゃうわ。遠慮はいらねえ。たっぷり持ってきたぜ。それで銃は終わりだ。そろそろフィナーレにしな。まだ早いわ。曲もダンスもこれからよ。Ha!
ってざまだ。ビューティフル。Ha!
このクソ野郎、俺はまだ死んでねえぞ。おい、クソ、こんなのクソ気犯だろ。分かったでしょ、私には血も涙もないの。こんなおもちゃ使わせて、今夜はロダンのおごりね。俺の車がめちゃくちゃだ。なんでいつもこんなクソみたいな目に遭うんだよ。ラッキー、エンジンは調子いいわよ。それよりせかすようで悪いんだけど、あんたが掴んだっていう例の情報、早速聞かせてくれないかしら。それどころじゃねえ、こいつを見てみろ。宙吊りにされるわ、車もおしゃかにされるわ、人を散々ひでめに合わせておいて、はい、情報よこせだ。お前何考えてやがるんだ。ご機嫌斜めだな、エンツ。そんなに騒いでいたらエッグマンが目を覚まして這い出してきちまうぜ。なんだと。レオナッタ、俺は先に帰るぜ。さっさと例のブツを仕上げねえと、お前さんが困ることになりそうだからな。待てよ、ロダン。エクマンはどこへやったんだ。あの穴の下で寝てるわよ。でもあの世でも嫌われ者になって死神に蹴り出されてこっちに帰ってくるかもね。あんたのことが随分お気に入りだったみたいだし。花でも添えて埋めてきたらどうだ。ほれ。早くしてくれるかしら。待ってあげてもいいけど、5分経ったら歩いて帰ることになるのよ。待てよ、俺を置いていくんじゃねえぞ。チクシュー、全くついてねえ、最悪だぜ。ああ、クソったれ。せっかく久しぶりの依頼で儲けたってのに、これじゃ修理代で全部パーだ。俺の愛車をこんな風にしたクソ野郎が今度俺の目の前に現れやがったらギタギタにしてやるぜ。目の前はあっち。ちゃんと運転して。何をすましげをしてやがんだ。お前だってろくなもんじゃねえだろ。このゴミダメみたいな街のゴロツキどもの中でも天の使いに手出すなんて物騒なやつは見たことも聞いたこともねえや。何これ。あっ、それも浜さんの格好でだ。おめえみてえなバチ当たりのやつはろくな死に方しないだろうよ。あの格好結構気に入ってるのよ。お友達にも恵まれるしね。20年前、湖の底に沈む棺桶の中から目覚めて、たった一つ覚えてるのは自分が魔女だってことだけ。その上、輪っかを頭に乗っけた愉快な連中を毎日ぶっちめて生贄に差し出してやらなきゃ、地獄に引きずり込まれて一巻の終わりだとよ。俺も自慢できる生き方はしちゃいねえが、お前のその難儀な人生には同情するぜ。熱弁のところあいにくだけど、電気作家はお呼びじゃないわ。面倒な葬儀を引き受ける代わりにあんたは情報を教える。
それが取引よ。ちょっと待ってくれよ。この車が見えねえのか。こっちはただ働き同然なんだぞ。話してやってもいいが、その前にせめてロダンの店で酒でも飲まなきゃやってられねえってんだ。言っておくが、情報は確かだぜ。お前の記憶の謎を解く唯一の手がかり、双子の宝石の片割れの行方をついに突き止めたってのよ。宝石一つに目の色変えちまって意外に乙女じゃねえか。早く苦しい。ちょっとからかっただけだろ。エント、あんたついてるわよ。しつこくてうるさい虫が一匹。あんたはどうしたベヨネッタ。まだ夢の中にでもいるのか。Thank you.
奴らでかい騒ぎをやらかしたもんだ。俺の故郷でもちょっとした話題だぜ。あら、そう。この世を構成する三位一体構造は知ってるな。ここ人間界、魔界、そして天界、この三つの世界だ。その真ん中にある通路のような空間がプルガトリオ。私が天使たちを狩るのに使ってる場所ね。改まって講義でも始める気？問題はそのバランスだ。たまに人間界で暴れる連中もいるが、大抵はその領分をわきまえてる。だがあんまり度が過ぎるとヨハネの黙示録さえチャチな絵本になるような、天界と魔界の全面戦争が始まるぜ。戦争でもお祭りでも仲良し同士好きにしたらいいわ。私には関係のない話ね。ともかくだ、今度の騒ぎはどうも匂うぜ。エンツはこのタイミングで情報を掴んだってのも話がうますぎる。記憶の彼方の誰かがお前を誘ってるのかもな。お前にプレゼントだ。特別性能だ。悪魔も喉から手が出るほどの貴重な素材を使った一品だ。退屈はさせねえ。可愛がってくれよ。私を誘う？約束がなければお断りよ。でも毎日小物の相手ばかりするのもいい加減退屈してたところだし、そろそろもう少し上品な子たちとも遊んでみようかしら。今夜は随分飲むな。余計な世話だろうが、奴らのところへ行くつもりなら急いだ方がいい。向こうもただのんびりと待ってくれるほど上品じゃないだろうからな。エンツァ、奴の分はお前につけとくぜ。お前が払ったことはねえがな。Round
Thank you.